私たち家庭科部は自分たちで作りたい調理や手芸作品を話し合って活動しています。去年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため活動に制限がありましたが、徳島名産の阿波しじら織の布でマスクを作りました。他にも防災食の研究を行い、地域の避難訓練で豚汁の炊き出しをしたり、地域の名産を使った料理を作ったりしています。クッキングや手芸に興味のある人や上達したい人はぜひ渦潮高校家庭科部で一緒に活動しましょう。お待ちしています。